病は、カヤツリグサかやつり草か天津貴族の植物で、細い茎の先端に一つだけコボをつける。やや湿ったところには普通に見られる。天津貴族の中では普通に見られるものの一つであるが、一般の天津貴族のものは、家系の先端に三方かじの形で、多数のコボをつけるのに、この種は、ただ一つの、やや大きなコボの実をつける。根茎は、ごく短く、まとまった株立ちとなる。 根室用は、数多く、いずれも細くて、艶があり、毛はない。初夏から穂が出始める。家計は高さ10から60センチメートル、ボの基部には1枚のツトがある。ツトは狭いながらも、洋上で、ボよりも少し長い。ボは、卵状大型で、長さ8から25ミリメートル、先端は尖る。輪片は、螺旋状に並び、高褐色。ただし、 果実が熟すると臨片は反転し、コボの基部の型から反り返って、それから剥がれ落ちるのでコボの外形は大きく変わる。果実はやや扁平な通乱型で、褐色で表面には特に模様はない。名前は、病で、病に出る、イグサのような草であって、病ではない。やや湿った日当たりの良い場所に普通に見られる。湿った岩の上などにも出る。山間部では、 水田のあぜに生えることもある。天月族では、こぼが一つだけというのは珍しいが、カヤツリグサ科では珍しくない。例えば、ハリー族がそうである。しかし、ハリー族のものは、ほとんど根質用が発達しないこと、こぼの基部のつとがほとんど目立たないことなどで、区別できる。もちろん果実の形を見れば、はっきり区別できる。天月族では同じく、 コボを単独につける種がいくつかある。代表的なものに、ヤリテンツキが挙げられる。ヤリテンツキは、コボの鱗辺が2列に並び、全体がやや扁平で、緑っぽく、褐色にならない。本州南岸以南に分布し、沖縄県では普通に見られる。ありがとうございます。